三区がデルバリエスのオクタビア広場に形容されるカタルーニャの旗サニエーラあるいはセニエーラはスペインのカタルーニャの旗である。この旗はアラゴン連合王国の紋章をもとにした気象学的象徴であり黄金地に四本の赤の島で構成されている。この紋章はアラゴンの島や単に四本島と呼ばれ歴史的にはアラゴン王の紋章であった。サニエーラは 今日では、スペインの四つの自治州や、歴史的に、カタルーニャ語圏であるサルデーヤのアルゲーロの旗である。この旗はまたスペインの国章、フランスのピレネーオリアンタル県と、プロバンスアルプコートダジュール地域県圏の紋章、同じくフランスのルシオン地方とプロバンスの旗にも、使用されているほか、アンドラ公国の紋章にも使用されている。またこれらに所属する自治体の紋章にも使用されている。 サニエーラは、カタルーニャ語圏では、非公式な場所では一層頻繁に使用される。この旗は、王の旗と同義であり、カタルーニャ語、セニエルレイルカシーナイラ、コスペイン語、シノルリアルカセナーアー、この言葉は、アラゴン連合王国の旗を指す。アラゴン語では、実際に、そのように使用されている。サニエーラは、現在も使用される。 ヨーロッパ最古の国旗であるが、発祥から連綿と使われ続けたわけではない。純粋なカタルーニャあるいは、アラゴンのシンボルの原点のいずれかを提唱する理論が、いくつかある。一方で、カタルーニャ大百科事典はこの旗の書室は、ラモンバランゲー2世の墓石であり、彼が死んだ1082年のすぐ後の、バルセロナ博ラモンバランゲー4世の紋章を及び、カタルーニャ語の文書によるだと主張している。 他方で、アラゴン大百科事典は、書室の資料は誰もが認めるアラゴン王アリフォンソニセイの紋章だと表明している。その際に、カタルーニャ起源の証拠は否定されなければならないとし、歴史的にバルセロナの概念以外と結びつけられるものはない。カタルーニャではなく、バルセロナ博かつ、アラゴン王であるバルセロナ家を暗示すると理解されている。さらに、 バレンシア王国の征服の槍旗は現存する最古の旗として記録され、1238年以降とされているが、黄色の部分が白であり、赤の島だけが同じである。カタルーニア州政府は、公式なシンボルについて11世紀2か12世紀の紋章以前のシンボルとバルセロナ伯領の紋章に由来すると説明している。そこでは、黄色と赤の島は縦であり、 旗に対して水平である。王朝の紋章はまた伯爵によって統治される土地のものになった。したがって、現代ではアラゴン王国のだった地域とアンドラとシチリアの領域の旗となった。1808年までの教皇朝の旗現在のローマ市の旗との説明は、アラゴン連合王国が使用し、史上悪名高いアラゴン王のローマ教皇への服従の証として、自身の紋章に、 ローマ教皇の旗の色と結びつけたというものである。バルセロナ博は間もなくこの説明の後続くものである。ローマ史の色はローマ教皇領だった当時は同じであったのである。ブリタニカ百科事典によれば12世紀から教皇庁の海軍機は赤と黄色の縦て隊で構成されており時に三重間と天国の鍵の紋章があしらわれた。バチカンのウェブによれば 教皇庁の黄色と赤の旗は古代ローマの伝統色であった。この古代の旗は今もホロロマーの近くのカピトリーノの丘で見ることができる。教皇庁は1808年に今日の黄色と白の旗に変更している。同時にローマ市役所は今日この昔の色を使用している。アラゴン王国の年代記編纂者ジェロニモデ・ブロンケスの1585年の著作に 基づいた、この理論を拒めない。彼は、ペドロ2世が退官した後に、教皇インノケンテウス3世が、アラゴン連合王国は、首都座に連主たる王国であることを容認したことを、記している。この表意を補うために、教皇は、ペドロ2世を、教会のカンファロニアにし、教会の旗は、アラゴン連合王国の紋章の色にすることを、容認した。東ローマ帝国遠征の際には、 カタルーニャ東方会社のアルモガバルスは、アラゴン王の紋章を王の槍旗と一緒に使用した。1263年から1516年まで、アラゴン海軍の演座員として使用されていた。簡易なバージョンはスペイン第二共和制時代のカタルーニャ自治地方の公式な旗として使用されている。他スペイン暫定民主政権以降使用されている他、またかつてアラゴン王国の領域だった。 フランスのピレネーオリアンタル県の県の旗やアラゴンと歴史的なゆかりのあるプロバンスの旗に使用されている。標準的な紋章記述ではこの旗の模様はオーアに4本のギュールズと書かれる。2012年カタルーニャ独立でもサニエーラに星を排した独立旗をアスタラーだという。今日サニエーラのパターンはスペインの4つの自治州の旗である。 何も変更がないのがカタルーニャの旗であり、バリエーションがあるのがかつてのアラゴン連合王国の領域である。アラゴン固有の地、バレアレス諸島州とバレンシア州である。サニエーラはまたフランスのピレネオリアンタル県の紋章とルシオンのペの旗とアンドラの国章のクォーターの一つに使用されている。カタルーニャではスペインからの独立を主張する民族主義者らが キューバの国旗に倣って、旗竿側に三角と星をつけたものを使用している。これを、アスタラーだという。旗竿側に、青の三角に白の星をつけたものが、独立派がそれであるが、黄色の三角に赤の星をつけたものは、社会主義独立派のものである。FC バルセロナのエンブレムは、サニエーラを使用した衣装の中では、最も有名なものである。これは、サニエーラと、 サンジョルディの十字を組み合わせたバルセロナ市の市の紋章を元にしている。また同チームのユニフォームの背中入り部分にはサニエーラがあしらわれているほか、キャプテンの腕章もサニエーラの衣装が使用されている。また2004年のジョアン・ガンペール杯、FC バルセロナ対 AC ミラン戦の際には、カンプノーに113メートル116メートルの面積13.545、 75平方メートル、重さ1500キログラムのサニエーラがピッチ上に、形容され、形容された最大の国旗として、ギネスブックに登録された。ギフレイ一世の流血で縦に島を引くシャルル二世、描いた19世紀の絵画クラウディロ連され、バルセロナ白国の起源14世紀の伝説によれば、旗の記録は9世紀に遡り、 897年のムーア人のリエイダの支配者ロボ、イブンマフムードによるバルセロナ包囲戦の最中に、禁止の重傷を負ったバルセロナ博ギフレイ一世、タモー博の負傷の血をもって、特等オシャルル二世が指でタモー博の黄金の盾に四本の赤い線を引いたのを、放棄としたというものである。この伝説は、バルセロナ博の称号と明確に結びつけられるようになった。 19世紀のロマン主義的なカタルーニャの民族主義者は特にこの伝説をラナシェンサの間に熱愛し、たとえそれが愛国的な範疇のようなものだと認識され、虚構性が暴露されてもである。特等王は877年に死亡していた。もう一つの伝説はバルセロナ包囲戦の折に経験王国と類一世が王として島を引くことを示している。この話でも、 金の盾の上に島を引くことになっているが、ギフレータも白が生まれる前に王は死亡している。また、バルセロナは伝説上のバルセロナ包囲戦の時期より前に征服されている。他の中世の伝説の違う話はこのようなものである。ラモンバランゲー4世が自身の地で彼がアラゴン女王ペトロニーラと結婚する前、アラゴンの紋章だった黄色の盾に、 赤い島を引いたというものである。現在様々なバリエーションがある。紋章に使用されたバリエーションは、カタルーニャの自治体の紋章を主に無数にある。領域の旗歴史上の旗政治運動の旗。ありがとうございます。